ドジャース・レンジャーズ、11日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平選手が、2番・指名打者で出場し、6点リードの6回1・1塁の打席で宇宙観測へ5戦ぶり16号ツーランを放った。打球速度184キロ、飛距離132メートル。本拠地では5月17日のレッズ戦以来、約1か月ぶりとなるアーチで地元ファンを興奮させた。 大谷はここまで64試合に出場し、打率310、ナリーグ4位、15本塁打、同3位対、41打点、同9位対、14盗塁、同8位対、オプス、947、同2位と好成績を残しているが、直近15戦は打率、188、64打数12安打、2本塁打、7打点、オプス、 6月に強く、通算打率325、44本塁打、オプスワン146はいずれも月間別では最高の数字。昨期の6月はエンゼルス歴代最多の15本塁打を記録したが、今期は前日まで8試合で打率206、34打数7安打、1本塁打、3打点と本来の力を出し切れていない。前カード 敵地ニューヨークでのヤンキース3連戦は13打数2安打1四球、打率154と振るわなかった。